どうも皆さんこんにちは。二日酔いのアクアリストです。こちらは昨日上げた動画のコーンスネークのメリーちゃんです。コーンスネークは非常におとなしくなりやすい性格のため、ヘビ飼育の中での入門種と言われています。この動画には捕食シーンが含まれておりますので、閲覧はご注意ください。コーンスネークはアメリカ合衆国南東部に生息するナミヘビ科のヘビになります。その見た目から日本では赤大将と呼ばれたりします。モルフによって値段はピンキリですが、1万5000円から3万円ほどと想定しておくといいでしょう。床材はウッドチップやキッチンペーパーなど人それぞれですが、僕はベッドシーツを利用しています。誤飲の危険性がなく、匂いが困らず管理がしやすいことがベッドシーツの利点です。続いてはヒーターです。こちらは飼育ゲージの下に引いて、ヘビが体を温めるときに使います。続いてはピンセットです。餌のマウスを与える時に利用します。素手で与えるのは危険なので必ず購入するようにしましょう。そして100均で売ってるような水入れ。飼育ゲージはだいたいヘビがトグロを巻いた時の3倍から4倍のものを準備すれば OK です。続いて掃除の方法です。掃除といっても糞をする頻度が1週間に1回程度なので、めっちゃくちゃ楽です。ヘビってほんと飼いやすいペットですよね。それではメリーちゃんのうんちお片付けミッションやっていきます。まずは生体を取り出します。実はケースから出してみるとこんなに長く伸びます。そしてヘビのトグロサイズの容器に移します。狭くてかわいそうと思う方がいるかもしれないのですが、大きいゲージに移してしまうとリラックスができなくなるので、このように掃除している間は小さい虫かごにタオルをかけて入っておいてもらいます。次に容器の掃除へと移ります。ヘビがうんちをしたら、そのペットシーツごと捨てちゃってください。そして新しいペットシーツを敷いていきます。用意するものはペットシーツと布製のガムテープになります。四隅を押さえるようにして、できるだけ隙間を作らないようにしてあげましょう。そのままにしておくと生体がペットシーツの下に入り込んでしまうので、しっかりガムテープで塞ぎます。そしてゲージを戻す時の注意です。パネルヒーターは半分があったかい方、そしてもう半分がパネルヒーターがない冷たい方を作っておきましょう。こうすることによって好きな方に生体が移動できます。さあ、隔離しておいたメリーちゃんを戻しましょう。やっぱりヘビは狭いところが好きなようで、すごいリラックスして落ち着いていましたね。それでは戻していきます。水も新しい水に取り替えてあります。最後にもう一つ注意点です。ゲージが閉まっていることを必ず確認しましょう。以上が掃除の仕方になります。続いては餌やりです。爬虫類ショップなどで冷凍ネズミを買ってきます。与える餌の大きさはヘビの胴体と同じぐらいのものを目安にしましょう。これをパネルヒーターの上で解凍していきます。だいたい45分ぐらいで解凍できます。解凍が終わりました。ネズミのお腹を押してみて、あったかいようなら与えて大丈夫です。ここからは捕食の映像になります。ヘビはネズミを見つけるとまず絞め殺します。これはもう死んでいるネズミですが、自然界でもこのように餌を捕獲しているのがわかります。しばらくすると餌から離れ、何かを探し出します。これはネズミを食べやすいようにネズミの頭を探している様子です。そして頭を見つけ次第食べ始めます。早送りで捕食する様子を見てみましょう。体をくねらせて奥へ奥へ押し込んでいるのがわかると思います。食べ終わるとネズミの位置がはっきりわかります。ツチノコもこのように餌を食べたヘビを昔の人が見間違えたと言われています。横から見るともっとすごいですね。食後に触ってしまうとストレスで吐き戻しなどをしてしまうため、食後はおとなしくさせておきましょう。
ヘビ飼育の入門種コーンスネーク、ぜひ皆さんも飼育してみてください。いかがでしたでしょうか。コーンスネークは入門種でもありながら、モルフなどすごい奥が深いヘビでもあります。この動画をきっかけに飼ってくれる人が増えると嬉しいです。次回はこのニホントカゲを捕まえに行く動画を上げたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。